別れ方で変わるんだろうね。ナンバーアンダーライン愛。金プリ時代の映像差し替えで渋谷スバルとの待遇差に戸惑うファンたち9月23日。平野翔ガンユータ、神宮寺ユータによる3人組グループナンバーアンダーライン愛か CDTV ライブ。ライブ。TBSK に出演。話題の楽曲 INZM 稲妻を披露したが番組内での3人の扱いが波紋を呼んでいる。3人の出番の少し前、みんながハマった沼ソング特集と題して 人気の曲が紹介されました。その中で、五人時代のキングプリンス、キンプリの代表曲の一つ、一番の映像が流れたんです。しかし、映像は長瀬連さんと高橋海人さんという、現メンバー二人だけのもの。一方、番組では、キスマイ FT にの欲しい、はぁ、あ、はぁ、あ、も紹介され、その映像も流れましたが、そこには2023年にグループを卒業し、旧ジャニーズ事務所を辞めた北山博光さんが映っていました、芸能記者。 平野、岸、神宮寺は2023年5月に金プリを脱退し、その後、旧ジャニーズ事務所を退所。同年10月からナンバーアンダーライン愛として活動している。さらにこの日は、2018年に同事務所を退所した、元患ジャニエイト、現スーパーエイト、の渋谷スバルも出演していた。ただ、ナンバーアンダーライン愛との温度差も垣間見えた。スーパーエイトの、ずっこけ男道の映像が流れた際は、 渋谷さんが笑顔で拍手しながら曲を聴く様子がワイプに映っていました。わあ、関ジャニと懐かしそうな表情を浮かべていたので、喜ぶファンも多かったようです。それに対して、ナンバーアンダーライン愛は一番の映像が流れている間、ワイプに映ることもありませんでした。同じやめジャニの中で扱いの差を感じたファンもいたのではないでしょうか。前室、芸能記者。やはり、 一番での映像が二人のものへの差し替えだったことに対して、X では動揺する声が続出した。CDTV 見てて一番が聞こえてきたから、慌ててみたら二人だけの映像でも、今季住まいの映像には北山くん映ってたなんでだろう。金プリが流れた時ヌンベリはワイプ抜かれなかったね。やっぱ別れ方とかで変わるんだろうね。ナンバーアンダーラインアイ出るから五人の映像は、ってなったんかな。スバルは旧事務所の後輩楽曲でも、なんなら元所属してたグループの映像でもワイプに。 映るのに、ナンバーアンダーライン愛は出ないのはなんでなんですかね。動揺するファンが多い背景に関して、前室の芸能記者は、ナンバーアンダーライン愛の3人が対処するまでの経緯を思い浮かべたファンもいたのではないか、と語る。平野さんらは、2022年11月にグループ脱退を発表した際、辞める理由として、海外志向や長瀬さんらとの方向性の違いがあったと明かしています。しかし、一部ファンの間で、 メンバー間の不仲や旧ジャニーズ事務所との関係悪化が理由だったのではと憶測が飛び交いました。こうした経緯もあり、今回、5人時代の映像が流れなかったことに疑問を抱くファンもいたのだと思います。ファンが5人の金プリを笑顔で鑑賞できる日は来るのだろうか